はい、こんにちは、ペソでございます。三国志4続きやっていきたいと思います。で、今回からですね、ちょっと東洋まだ早々には攻めれないので、とりあえず門海さんを雇うところから始めましょう。張雲さんでいけそうな気がするけどね。はい、どうぞ。すごい顔、門海さん。法政さん、はい、いってらっしゃい。あ、来た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 。で、あと小判さん、小判さん、各さんでいきましょうか。はい、で、馬鉄さんね。馬鉄さん、関水さんでいいかな。はい、で、あー、やっぱり門海さん低いな。うん、門海さんまた1しか上がらんパターンか、これ。あ、3上がるね。あ、よかったよかった。あとは後半さんと関水さんね、それぞれ、もう内政に持っていけるんで。あ、で、彩花さんね、まだ埋伏させとかないとダメですね。彩層、はい、いってらっしゃい。あらあらあ、金星さんね、前回失敗してる。金星さんを最初へ行かせましょう。で、総称さんね、分かってるんですよ。分かってるけど仲は悪くなりたいだけだから。はい、いってらっしゃい。まあしょうがないよね。軍事力は揃ってるんで、まあ長安取りたいですよね。で、南部の方ね、あ、武陵じゃない、高陵ね。索敵、彩層、この小陽さんね、これ意外と、あー、ダメか。もうちょっとした調査からね。あ、ダメか。あー、難しいな。
ああ、そうかそうか、今わからんのか。はい、ライハクさんやっと100になりましたね。で、武陵に行った。ここからちょっとね、財源、2000ぐらい持っていきたいですね。これを霊陵に行って還元さんで、はい。米も3000ぐらい持っていっとこうか。はい。兵士はいらない。しばらくやってなかったな、訪問。で、残りのメンバーで訓練させて、よい。安定はまだ劉備さんが動けるのか。あ、違う、関羽さんとかだ。いないか、残念。関中も訪問ないかな。しょう
がないね。深夜。風習さんも移動してもいいかな。何もできないからね。あ、風習さん政治41か。これも残そうって考えたら妥当なんか。ここでは兵雇えないからな。取られた。ダメだ。うん、訓練いっとこう。はい、3人で。で、霊寮ね。徴兵をね、雷白さんで、で施しをソイさんね。そかそか、密偵がね。巻いてるから、ここはそれ以外できないんですよね。あ、その前に訪問。あ、いないね。前線に送るかですね。輸送いけるかな。艦中よしよしよし、届いた届いた、ラッキーラッキー。
まあこんな感じかな。あと忘れてるところはなさそうなんで、うん、これでいきましょう。飛ばしましょう。来月攻めれるんで、これ
それでよしとしましょう。で、調査仕上げときましょう。で、こっからね、さんのね、中性度上げやっとかないとね。これで丸3年になるんですよね。これも大変だけどね。ああそうだ、声量の、もう、翌月なってるからね。訓練しときましょう。まあ50ぐらいで平ですけどね。あ、いや、ちょっと待てよ。龍馬さんも頭にして移動しちゃおうか。定義さんと美宝さんね。というか美宝さん埋伏しよう、再送に。はい、いってらっしゃい。ですね、まあこんな感じでちょっと続きは次回にさせていただきましょうか。今回はここで終了させていただきます。ありがとうございました。ではさよなら。